はい、こんにちは、田中宮やです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が生活していて普段思ったことを年々配信していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、今日のテーマは、投票って果たして義務なのかどうか、 えー、行くべきなのかどうかと、えー、いうことについて、えー、考えさせて考えてい、えー、ければと思っておりますえー、っとですね、まあ、衆院選が、えー、来たる、えー、27日でしたっけ、えー、日曜日に、えー、行われるんですけれども私自身はもうすでに期日前投票は行かせていただいてるんですね実はでそれでまあよくそのまあ今回の衆院選だけじゃなくて 選挙が始まると、えーまあ、必ずその投票に行きましょうとか、えー、絶対投票に行くべきだっていう、えー、言葉であったりとかあの投票に行かない人間は政治に口出す資格はないよみたいなことをおっしゃってる方々、えー、そういった方々が、えー、必ず、えー、目にするし、えーまあ、そう多くの方がそう思ってるのかもしれないなと。 実際のところ思ってはいるんですね。そのインフルエンサーが別に公言しなかったとしても、ね、皆さんの中でも思っている方っていらっしゃると思うんですけど、それで私自身がどう考えているかっていうことをちょっとお聞かせ、まあ、語りたいなと思っていて、あのこれ私自身は、正直な話、そのと、絶対に投票に行くべきみたいな論調とか、 えー、投票に行かない人間にはちょっと口出す資格はないみたいな論調とかに、まあ、正直、えー、ごめんなさいそう思ってる方いたら申し訳ないんですけども違和感を感じてしまう部分がありますこれはちょっと私個人の見解なんで、えー、まあそのように、えーまあ、私個人あこの人はこう思ってるんだって捉えていただければ別にそれでいいんですけれども特にあのその何というかそう はっきりした理由を説明できるわけじゃないんですけれどもなんかそんなに行くべきとか絶対行かないとダメみたいなのってどうなんだろうなってどんなことにつけてもそう思ってはいるんで私そもそも、えー、日本では投票っていうのは義務ではなくて権利なんですね。 あのまあ、選挙 .com によると、まあ、投票は、えー、義務ではなく権利であるということが、えー、ちゃんと記載されていてで、まあ、あの若い世代2016年から、えー、18歳以上が、えー、に選挙権が与えられているので、まあ、今あのティーン、えー、18歳19歳はあの60%以上が、えー、投票は義務であると考えているとで20代と比べたら2倍以上20代は30%くらいしか、えー、投票は義務だと考えてないんですけども 10代は60%以上が義務だと考えているというのがすごい開きがありますよね。であとはその、まあ、年代が上がるごとにつれて投票は義務だと考える層が多くなってきていると。80代以上は、まあ、10代と被験するぐらい55%以上が投票は義務だと考えていると。でこれはあの えー、あのどの党を支持しているかにも、えー、よるんですね、自民党とか、えー、維新の会とか、えー、令和とかを支持している、えー、方々は、もう半分近くが投票義務だと考えていて、まあ、国民民主であるとか、えーまあ、公明党、えー、社民党などを支持されている方々は、まあ、20%, 20台後半から、えーまあ、30%台にとどまるというような形で、結構、党でもばらつきはあるんですよね。 でそ,のそもそも国民が投票義務か権利かと考えているかっていうとだいたい6割近くが別に投票するかしないかは、えー、本人の自由であると、えー、あ本人の自由であると考えているのが30%、えー、権利であるか義務とすべきではないと考えているのが31%ということで、まあ、6割以上がその、えー、義務にしなくてもいいというような考え方をしているんですけれども私もその通りで何ですかその えー、僕個人では別にその投票に行かないからといって、えー、意見を出しちゃいけないみたいなことは全然思わないんですよねあの投票したい政党がいないとか投票したい候補者がいないってパターンもあると思うんですよでなおかつ今回の衆院選ってかなり準備期間が短いし国民に周知する期間も少ないんで本当にこれやってるのっていうような雰囲気だったりもすると思うんですよ まあ外車とか僕のマンンションの周りりにも通りますしただなんかいまいち、この急なんで、盛り上がりに欠けるとかそういったわけじゃないんですけれども、なんかこう、いや、すごい盛り上がってる人たちもいると思うんですけど、僕個人はその、端から見ていて、そんな、えなんか急に物事が進んでるからついていけないっていう部分も正直あるんですよ。ええまあこうやって政治的な、政治的なことも、えこのチャンネルでは言及してるんですけど、そもそも、 僕自身がその政治に詳しくないから、ちょっとお勉強するつもりで、皆さんの意見も聞きながらやりたいということであの発信してるだけなんで、僕自身は特に支持政党も、支持する人物も特にはいないので、実際に僕もその選挙っていうのに参加してなかったっていうことはえあるんですよ、何度か。毎回行ったわけじゃなくて、必ずえまあ18、20歳過ぎてから行かなかったことって何度かあるんで、 まあ結構そのかなりドライな立ち位置ではあると思います。でもう一つ思うのがあの選挙に行ってその個人の、えーまあ、皆さん個人の生活を良くしたいとか日本を良くしたいという気持ちで選挙に行かれると思うんです。でだ、まあ、僕はすごい日本を良くしたいっていう気持ちだったら全然いいと思うんですよ、えー、投票に行くっていうのは、まあ、僕自身そもそも投票に行ってるんで最近は。 投票に行った方がいいとは思いつつも別に行かなくてもいいんじゃないっていうような、えー、行きたくない人は行かなくていいんじゃないっていうような考え方なんで、あの、ただ、あの、一部ネットとか見てたら、SNS とか見てたら、なんか、あの、誰に投票するかが、どこに投票するかが、えー、自分のその後の、自分、あなた個人というか、まあ、その、えー、自分個人のその後の人生を決めるみたいな感じで、 なんかそういうふうに受け取れてしまうような表現をされている方々がいっぱいいる、参見されるんですね。ご本人がそう思ってるかどうかわからないですよ。そういうふうに書いている人たちが。えー、ただ、これは、これはちょっとあの、批判とか出るかもしれないですけれども、僕個人は、その、なんか、投票して、例えば、あの、政権交代が起きるとするじゃないですか。 で、それだけが、で、例えばそのそのどこの党でもいいんですけれども、どこの、その党が、えー、政権運営になっていくと、えー。そうなることによって、あの、日本は影響を受けるけれども、その投票した個人に、まあ、直接、その人個人に直接、えー、大きな影響をもたらすっていうことは、まあ、ある場合もあるとは思うんですけれども、それはかなりごく小、え、 かな,りごかなりの、えー、割合で起きないというか少ないんじゃないかなと思うんですそれってんでかっていうとやっぱりその日本まあ日本だと結構そんなにあのどの党が政権を取っても民主党時代でも、えー、自民党時代でもそんなにその、まあ個人生活僕自身がその2つの党が政権になってきた時代経験してるんで、えー、僕個人の 仕事とか収入とかには生活にはあんまり影響しなかったなっていうのがあるんですよねどっちの党がやってても正直な話あの自民党が政権取ってて、えー、取っててアベノミックスだって言ってた時代も僕全然あの仕事が回らなかった時ありましたしうまくいかなかった時ありましたし民主党がやってた時にも上り調子の時だったあ,ありましたし、まあ、円高で苦しんでたらしいんですけれどもなんでその個人の生活には なんかそこまで、その個人単位で見るとそこまで、あの、どこが取っても変わらないんじゃないかなって思う部分はあるんですね。えー、も変わるのかもしれないです。変わらないって言い切れないんですけれども、あの、何が言いたいかっていうと、やっぱりその、個人の生活を良くしていくのは、え、個人なんですよね。 えーまあ、その人次第だと思うんですよ。えー、どこが担っても、えー、どこが政権を取っても、れいわ新選組さんが政権を取ったとしても、あの立憲民主党さんが親権を取ったとしても、えー、やっぱ最終的には、えー、自分、自分の人生は自分で、えー、責任を取るというか、えー、もうあの政治に期待するっていうのももちろん、えー、いいと思うそれは正しい姿勢だとは僕は思います。えー、ただ最終的にやっぱりその 成功不成功まあ成功を目指したいんだとしたらやっぱりそのどの党がなってもえどの党がなっても誰が総理大臣になってもえやっていけるような個人の実力というかえまあ幸せは個人の幸せは個人がえ追求するものであってえ僕個人は僕は私としてはあの投票に行くんだとしたらその利己 利己主義というか自分のために投票するってももちろんあるだと思うんですけどその自分のためって言ってもそのあなた個人に返ってくることはそんなに多くないと思うんであの考えるのら利他利他主義日本のために、えー、自分の周りにいるたくさんの日本人のためにっていう気持ちで、えー、投票に行くんだとしたら投票に行く投票そのような気持ちで投票した方が僕はいいと思っています。 やっぱり、自分個人とえ投票であるとか政治であるとかっていうのはなんかごっちゃにしてる人たちってすごく多いんじゃないかなと思っていて私はなんかえそれはなんかこう多席志向じゃないかなってある意味は思ってるんではいそう思ってない人もいるとは思うんですけども僕自身はそう考えてしまうところがあるからえまあ投票に関してはえこのような感じでえちょっと正直ドライには。 えー、考えている、えー、次第であります。えーまあ、今回の動画はかなり <laughs>、えー、いろんな反応あるかもしれないですね。えー、賛否、えー、両方出るかもしれないです。えー、ただ、あのー、動画ご覧いただきましてありがとうございました。えー、この動画がもし良いと思っていただいた方は、えー、高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。